もう一個、そのネタ的な、えー、ものでですね、あのー、ちょっと問い合わせがあったんで拾いますけども。 え、それがこれですね。えー、イーサリアムクラシックですね。ETC というものですね。やっぱあの、日本の銘柄なので、結構着目してる人が多いと思うんですけども、これ過去最高値更新したんですよ。こういうチャートになっております。で、もう今、8000円近い金額になっていると思うんですけども、えっ、ー、と、なぜでしょうかというね、問い合わせをいただきました。えー、なぜイーサリアムクラシックここまでいってるんでしょうかというところなんですけども、こういう時にですね、えー、大事なのは、えー、あ、ちょっとね、えっ、ー、と、よし、イーサリアムクラシックいいよ。あの、公式の見解 をですねあのー、チェックするのが一番大事なんですねでこれイーサリアムクラシックっていうのはもう結構老舗のプロジェクトなのであのー、まあまあいろんなところで情報配信をしておりますで今回の価格が、えー、上昇したのも、えー、言及しております、えー、言及しておるんですけども、えー、なかなかちょっと面白いことになっておりましてですねそれをちょっと共有 <laughs> したいなというふうに思うんですけどもちょっと待ってくださいねちょっと日本語 役にしますけども、えー、っとですね。これ、イーサリアムクラシックの公式ですよ。あのネタで言ってるんじゃなくて公式でやってるんですけども、えっとイーサリアムクラシックはですね。この前後の価格があの過去最高値記録した時に何にもファンが出してないんですね。何もファンが出してなくてで、かつその時にあの価格がゴンってガーンって上がったじゃないですか？で、で結果あのサイト落ちたんですよ。で、サイト落ちたの何ですか？っていう問い合わせに対しても結構あの冗談のようにですね。あの回答しているような感じなんですね。で、イーサリアムクラシックはあのウェブサイトがダウンしてても。価格は 上がるぜみたいな話をしてますで、そのそれ以降のですね、イーサリアムクラシックの投稿もですね、あの、今いくらです、今いくらです、みたいな、と、特になんか、あの、なんだろう、うその、まあ、プロジェクトがなんかどうのこうのっていう話じゃなくて、本当になんか勝手に価格が上がったみたいな、そういう話になってるんですね。で、じゃあ、どういう形で価格が推移してるかっていうので言うと、まあ、これが一番分かりやすいかなと思います。オレンジ色がイーサリアムです。で、えー、まあ、ちょっとすごくちっちゃくローソク足してますけども、これ冷やしで出しているのがイーサリアムクラシック。いわゆるですね、その、イーサ イタリアムだけ 勝手にガーンって価格上がりましたよね。で、これ、ビットコインとビットコインキャッシュとも非常に近いんですけども、あの、もともと相関関係っていうものがあるんです。あの、ハードホークした銘柄っていうのは。で、イーサリアムがガーンって上がったので、あまりにも価格差ができたことで、その、ま、値ごろ感というか、本来であればこれぐらいの相関はあるよねというところまで思いっきり引っ張っていくわけですね。ドーンと。というところで、え、ここまで来ました。いう話ですね。え、それ以外の情報があんまりありません。で、え、これ全く同じことがですね、え、ビットコインキャッシュでも言えます。今ビットコイン ビットコインキャッシュっていうのはもう全然ビットコインに対しての価格が置いてかれてますので、えー、やっぱりあの着目する人は多いですね。本当だったら、えー、相関関係があって、ここぐらいまでの価格は普通はあるべきだろうというふうに思う方が多いです。で、そこに対して、あの、実際にプロジェクトが何か仕掛けたとか、何かプラスのファンダを言ったっていうのは、実は関係なくて、ただ単に価格が、あのー、離れたから、えー、近づくべきじゃなかろうかと。それぐらいの、えー、理論でですね、価格はここまで変わると。 いうところを認識していただければなと思います。な、ちょっとね、ネタ的でもあるんですけども、僕は面白くてこういう流れは好きですね。